い、というわけでですね、今回もね、ちょっと忘れ去られたかもしれないんですけど、100円オリパのね、残りがまだいっぱいあったので、15個開けていきたいと思います。で、今回もね、ちょっとブックアイランドでもらったオリパがね、6個あるので、そいつも次に開けていきたいなと思います。最近ですね、ショーケースを買ったんですよ。まあ、どこの家庭にもあると思うんですけど、そう、ショーケース買ったんですが、入れるカードが何もなくて、今、魔天降臨しか入ってないんですよね。なんで、まあ、せっかくなんで、オリパで当たったカードとかをすべてそちらの方に入れていこうかなということで、まあね、なんか、かっこいいショーケースを作ろうみたいなね、偏差値2ぐらいのもん作ろうかなと思います。というわけで、まあ早速当たってくれればいいんですけどね、100円オリパね、結構当たりは強いんだけどね、当たんないんだよね。そう、この前一回なんかトワリューのプロモが当たったんですけど、まあそんなもん入れとったらそりゃ当たりの確率低いわなって話ですし、まあ今日はね、正直目的はこっちのね、あれですね、視聴者オリパの方にあるんですが、まあ、でもなんか視聴者オリパに期待するってのもちょっとおかしい話やんな。というわけで、さあ0点男がいっぱい来ましたが、さーてと、マジこの動作俺の会話でつなぐしかないんだよね、正直。それぐらいのあれだからさ、外れはエメラルドクロードが出てきたけど、懐かしいなこれ。お、金色照明じゃん。タイガマイ、タイガニドル欲しいんだよな。タイガマイとはいらんな。はい、というわけで、まあ、恒例行事ですね。はい、というわけで、まあオリッパの方開けていきたいと思います。視聴者オリパすら言ってねえわ。おー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 、これはあれですね。場に出した時、自分の魔道具をバトルゾーンと墓地から、無月の門持ちで、バトルゾーンに出た時またアタックする時に相手のアンタップしてるクリーチャーを一体破壊する。これ別にアンタップじゃなくてもよかったのにな。というわけで次、ベン。お、グルジェン、天命、あざーす。天命は嬉しい。天命は嬉しい。マジ？そんなポンポン天命出していいの？お、雷面ですね。4枚入ってました。ありがとうございます。雷面は使えますね。お、ドラザイもしかして。いやー、これはありがてえ。これは、サッパークの2つ目を作る時が来た。うわ、やばやばいやばいやばい。フェニックスライフはやばい。これ皆さん知ってます？ 1 枚1000円するんですよ。フェニックスライフはやべえ。お、プレリュードですね。ありがとうございます。いやー、こいつはありがてえ。ありがとうございます。大事に使わせていただきます。